盛大だね。ハル大丈夫？死んだばあちゃんが言ってた。くしゃみするのは誰かが噂してる時だって。はい、それきっとリンちゃんだよ。いや普通に風邪だよね。まだ4月なのにプールで泳いだりしたから。プールで風邪ひくほどヤバじゃ。まあ屋外プールじゃ泳ぐのはまだ早いよ。それまでは体力作りだね。ああゴーちゃんから聞いたんだけど、リンちゃんサメ塚水泳部に入ったんだって。え、どうかしたの？マコちゃん。いやなんでもないよ。でもそっか、これで大会でまた会えるよね。うん、出ようよ大会。それでまたリレー泳ごう。俺はフリーしか泳がない。それってリレーには出ないってこと？そんなことを言わずにさ、大体リレーやろうにも3人じゃ足りないだろう。あ、確かに。ってことはやっぱりあと1人部員を見つけなきゃなんないってこと？してく街を恨んで見せてた傾くファイントルー。伸ばした僕の手は見たことない。景色へ繋がった尋常じゃない感情は通り最大のレザー Where you want this? I'm just I chose I'm a boy 本編でちょねえ。一人かと言っても今さら難しいよな。声をかけたのも全部断られちゃったし。龍ヶ崎くん？電車通学だったんだ。ええ。あ、ところでさ、同じクラスの友達としてお願いが。水泳部には入りませんから。あれ、まだ何も言ってないのに、なんで？ちょっと考えればわかります。え、その紙袋の中の部員募集ポスターと、そしておそらく入部特典と思われる岩飛びチャンストラップ水着バージョン。前にも言ったと思いますけど、僕はすでに陸上部に入ったんで。それじゃ。うわ、なんで？駅次だよ。すごい、毎日一駅分走ってるんだ。早く泳ぎたい。うわぁ、オフシーズンはここで泳げるの？すごい！でしょ？うちみたいに屋内プールがない学校は、こういう場所を借りて練習すればいいと思って。さすがゴーちゃん、敏腕マネージャー。だからゴーじゃなくてこう。はるか先輩。お金は？そこはもちろん、部費で。なるほど。このジム、まともに入会すればかなり高いよ。それが部費で使えるなんて。これこそ、水泳部を作った真の目的。って思っただろう。うるさい。これで一年中泳ぎ放題だね。そんなの無理に決まってるでしょ。なんでですか。なんでも何も新設の、しかも何の実績もないクラブに、そんなたくさんの部費が出るわけないでしょ。聖書の一節にもあります。働かざる者食うべからず。
それはニュアンスがちょっと違うんじゃ。プールは食べないです。それはつまり実績を出せばいいってことですか？そうね、部品がたくさん欲しければそれが一番手っ取り早い方法かしら。実績、それじゃあ夏の大会で記録を出せば。2学期の予算会議で申請が通るかも。でも会議でアピールするならせめて選手4人はいないと弱いわね。選手できなきゃ意味ないのか。あと1人で泳ぎ放題。お？ハル？なんかハルちゃんがやる気満々に。ハル？あ、止まった。あれは引っ掛け問題だね。ああ僕もそう。おい、これやるから水泳部に入れ。いりません。ばあちゃん、ダメだ。あれが今の春の精一杯。春ちゃん、どんまい。やっぱりもっと派手めの方が良かったのかな。ん、あ、待ってよ龍ヶ崎くん。ねえ、一緒に帰ろうよ。水泳のこととか話しながらさ。これから部活なので。あと、いくら話しても水泳部には入りませんから。龍ヶ崎くん、釣れない。あ、こっちこっち。なんだよ。もうね、ほんと間違いなく一押しなんだよ。陸上部？だったらダメだろう。ほら、あそこ。これって運命だと思うんだ。中学で水泳部だったのか。すごい記録持ってるとか。名前だよ、名前。名前？そう、龍ヶ崎玲ちゃんっていうの。僕たちと同じなんだ。男なのに女みたいな名前。そこ？うん。でも確かにすごい三角筋。そこ？そんないい加減な理由でいいの？いい加減じゃないですよ。そうだよ、まこちゃん、はい、こういうのはフィーリングだよ。おい、飛ぶみたいだぞ。バーの高さ4m20、助走速度 V、 見切りによる加速を A、 重力 G、 ポールの長さによる重心の変化度を H とした場合の入射角度。すごい綺麗なフォームだ。おう、あれなら飛び込みもうまそうだね。はい、上腕二頭筋も綺麗。だからそこ？入射角度の誤差が大きいし。なあ、おい、レイちゃん。レイちゃん。ああ、僕のことも渚って呼んで。呼びません。第一そんな親しくもない。あ、じゃあこれから親しくなろうよ。水泳部にも入って。入りません。僕は美しいスポーツにしか興味ありませんので。陸上？ええ。中でも棒高跳びはその美しさが際立つスポーツだ。理論と計算によって完璧なフォームを導き出すことができる。難しいことはわからないけど、掛け持ちでもいいよ。棒高跳びって腕筋使うでしょ。水泳ってちょうどいいと思わない？掛け持ちもしません。そもそも人類は陸上で生きるために進化したんです。それをなぜまた退化する方向へ遡り、水の中でスポーツしなければならないのか、意味がわからない。そもそも水中では空気中の12倍から13倍の粘性抵抗があるんだ。ダメだった。どうしてもうんって言ってくれない。レイちゃん水が嫌いみたい。そんな奴はほっとけ。水に入れるな。そんなこと言ってると誰も入ってくれないよ。そしたら冬はひたすら筋トレにマラソンだよ。いいの、ハルちゃん、本当にいいの？いやだ。やっぱりアマちゃんにお願いして一肌脱いでもらうしか。無理だろう、絶対水着にならないって言ってたし。あ、だから逆に。逆に？すごい、入部すればアマちゃんに水着を見られ放題。その需要はあるのか。いや、書かなくていいから。あなたたち、ごめんなさい。なあ、ハル、なんか大会に出るって流れになってるけど、
ハロは本当にいいんだよね。またリンと勝負するようなことになっても、それでまたリンに勝つようなことになっても。誰かから聞いたのか。この前笹部コーチに偶然会って。昔のことだからな。それにあいつもまた泳ぐ気になってる。それでいい。バーの高さ4メーター30、助走速度 V、 踏み切りによる加速 A を変えないままボールの重心の変化分を全て位置エネルギーに置き換えると仮定。龍ヶ崎、お前頭で計算して飛んでるだろう。確かにフォームは完璧だが、ただそれだけだ。型にはまりすぎてる。でも僕は、ま、そういうタイプの選手だってのはわかるが、今のままじゃ記録は伸びない。本日は皆さんに良いお知らせがあります。なんとサメ塚との合同練習を取り付けてきました。え、本当？ひょっとしてリンに頼んだの？お兄ちゃんに頼んでも聞いてくれないので、ここはストレートに部長さんにお願いしてきました。合同練習？はい。いいじゃないか、ぜひやろう。さすが敏腕マネージャー、ゴーちゃん。こうね。てことはあのサメ塚の屋内プールで今度は堂々と泳げるのか。あ、ただし合同練習というからには最低4人必要だって言われちゃいました。それじゃあ当日までに何としてもあと1人入部してもらわないと。せっかくゴーちゃんが色仕掛けで取り付けてくれたんだもん。色仕掛けじゃない。え、違うの？当たり前でしょ。合同練習聞いてねえぞ。部長が決めたらしいです。先輩の妹さん、岩飛びの水泳部にいるんですよね。部員は七瀬はるか、立花誠、葉月渚。共通点は女の子みたいな名前。いすみません。なんで知ってんだ？僕もあの大会出てましたから。松岡先輩は小学校最後の大会だったんですよね。僕は予選で落ちちゃいましたけど、あの時のレースは本当に素晴らしかったです。やっぱり誰か噂してる。待った、レイちゃん。何なんですか？僕も一緒に走っていい？ついてこられるならどうぞ。うん。懐かしいな、小学校の時もこんな風にハルちゃんとスイミングクラブまで走ったんだ。ハルちゃんも俺についてこられるならとかクールに言ってさ。誰ですか、ハルちゃんって？ああ、そっち。要件は何なんですか？何って言われると、まあ水泳部に入ってほしいなってことなんだけど、合同練習までにあと一人どうしても部員が欲しいんだ。なんでそんなに僕にこだわるんですか？男なのに女の子みたいな名前だから。そんな理由ですか？うん。でもやっぱり一番の理由は綺麗だったからかな。はあ？棒高跳び、レイちゃんが飛んでるとこすっごく綺麗だったんだよね。そんなもの、僕はただ理論と計算で飛んでるだけだ。でもそういうの誰にでもできることじゃないよ。僕なんかすごい苦手だしさ。だからさ、水泳も理論と計算でかっこよく泳いでみてほしいんだ。無理です。水の中を手足をバタつかせながら進み、酸素を吸おうと必死にもがいて水面から顔を出す、そんな姿が美しいわけがない。そうかな。でもハルちゃんの泳ぎは綺麗だよ。またハルちゃんですか？あ、待ってよ。何やってんだ？ハルちゃん、マコちゃん、
ああ、レイちゃん。あなたがハルちゃんさんですね。ちゃん付けの上にさん付けはやめろ。どうかしたの？仮入部でよければその合同練習に行ってあげてもいいです。え、本当？ただし条件があります。僕は泳ぎません。やっぱり屋内いいな。さすが強豪校。なんか負けてない。いや、よく来てくれたね。よろしくお願いします。ああ、君七瀬くんだろ。小学校時代県の大会で何度か優勝してるよね。もう噂はよく聞いて。先輩どうしたんですか？別に。君が優勝した岩飛び地区大会じゃ俺は準優勝だったんだ。50メートルのターンの時に抜かされたのお兄ちゃん。おお、何余計なことやってんだ。リンちゃん、また一緒に泳げるね。今日はよろしくね。一緒に。お前たちじゃ相手になんねえ。お兄ちゃん、何なんですかあれ。まあいろいろあってね。今日のところはうちの一年と一緒に練習してもらおうと思う。よし、それじゃあ一本ずつのタイムトライアルから始めようか。ん？そこの君、うん、早く水着に着替えて。いや、僕は。すみません、彼水着忘れちゃったみたいで。はあ？一体何しに来たんだ。うちにある予備の水着を貸すから早く着替えてこい。え？おい、ニトリ。はい。あ、こっちです。いえ、僕は。早くしてください。ちょ、また怒られるぞ。泳がない、泳がないって約束だったはずじゃないですか。大丈夫。タイムトライアルって言っても練習だし、ちょっとくらい遅くても平気だから。だから、そういう問題じゃなくて。あ、まこちゃん泳ぐよ。聞いてるんですか？やっぱり気になるんだ。次、僕だね。よーい、どんどん行くぞ。次準備しとけよ。次、龍ヶ崎くんの番だよ。だから僕は。おい、次早くスタート台に行け。次の人、早くお願いします。まあここまで来たらさ。わかりましたよ。水を舐めるな。舐めてません。問題ない。水面からスタート台までの高さ約50センチ、加速を V、 水面への入射角シータ、水の粘性抵抗を R とした場合、計算によって求められるスタート台を蹴る強さと。綺麗なフォームだ。腕の角度は。あれ浮いてこないね。やばいぞ。大丈夫か？ていうかレイちゃん、泳げなかったのか。そうだよ。悪いですか？だから僕は泳がないって言ったんだ。それなら最初に言ってくれればよかったのに。言えるわけないでしょ、金槌だなんて。僕の美意識に反する。レイちゃん、サメ塚には俺の方からうまく言っておくから。無理って悪かったな。あ、ハルが泳ぐよ。位置について、よーい。やっぱり綺麗だね。どうかした？いや、なんというか。ね、だから言ったでしょ、はるちゃんの泳ぎすごいって。理論じゃない、計算でもない、力強い何か。
僕にはない何か。僕もあんな風に。まだ諦めないのか。もちろん。でもなんかレイちゃん、龍ヶ崎。はい。すっきりした顔してるよね。理論じゃない、計算じゃない、もっと自由に。ちょっと、こっちに来るよ。僕も七瀬先輩みたいになりたい。どういう意味？あんな風に自由に。自由じゃない、フリー。フリー。とにかく正式に水泳部に入れてください。本当に？泳ぎたい奴は泳げばいい。じゃあ決まりだね。はるちゃん。でも一番最初に僕を誘ったのは君なんですから、ちゃんと責任取ってくださいよ、渚君。うん、待たせといて。メカスリーナスタシカサレッタ光のコントラスト浴びて、フィストフリーな今日飛び込む俺たちのブランニューブルー、yeah、思うようにセッセッセイ、自分らしくキッキッキッ、掴みたいんだプップップ、届きそうなディッディッディッフィストフリー、触れない日がない cry I can feel the butterfly、 試行錯誤の勝率は後で言い出そう、潤して流れ込むエモーション、中でリレジャーも集められない、心を放って Make a sweetness flash 重ねた光のコントラストの中、いつまでも終わらない、夏に目を凝らして、yeah、 思い思いにさせて、手を伸ばしたディッディッディッスタスピー。ねえねえ、レイちゃんはなんで泳げないのかな。愚問です。そもそも流体力学的に人間の体は、そういう難しい話は置いといて、俺が教えてやる。ついてこい。ハルちゃんやる気満々だ。彫刻刀の持ち方はこうだ。岩飛びちゃんの掘り方だ。まだそのネタ引っ張るんですか。次回、囚われのバタフライ。任せてください。理論は来週までに全て頭に叩き込んでおきますから。